んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、妊娠中を安心して過ごすです。妊娠中は少しの病気でも不安になります。なかなか薬を使えないので自分に大きな影響が出ないかとか、あるいは逆に薬を使ってしまって胎児に影響が出ないかとか、そういうことが気になりますね。健康に過ごせたとしても事故や地震に遭わないかとか、普段はしないような心配をしたりします。何しろ自分にとっては初めての大事業ですし、そもそも肉体がいつもと違うのでうまく扱えなかったりしますよね。心配するのも当然ですね。でも心配するのは決して良い結果を生みません。むしろトラブルを引き寄せてしまうこともあるので、できるだけ安心して妊娠中を過ごせるといいですね。ということで、今日は妊娠中のあなたを安心させる誘導瞑想をしましょう。あなたが無事に出産を通り抜けた未来のイメージをします。これは2つのパートに分かれています。前半は未来の自分があなたを守りに来てあなたに話しかけます。これはいつものように6歳の自分だと思って聞いていてください。この6歳の自分をイメージすることで感情脳に働きかけることができるからです。後半は自分が赤ちゃんと向き合って赤ちゃんに話しかけていると思ってください。これは母親となった現在のあなたが赤ちゃんに話しかけているというイメージです。では目を閉じてください。始めましょう。あなたは初めての妊娠で不安なんだね。もし病気になったらどうしよう、事故や災害にあったらどうしよう、出産がすごく痛かったらどうしよう、赤ちゃんが五体満足じゃなかったらどうしよう、いろいろな不安が出てきて、いつもそのことを考えてしまって安心できないね。夫に言っても大丈夫って言われるだけで心もとないよね。そんな言葉くらいじゃ不安は消えないよね。だからこの不安を誰にも分かってもらえないね。大人の自分はそんなあなたを助けに来たよ。初めての妊娠は誰だって不安だよね。だからあなたがそう思うのは無理ないよ。でもね、心配しても何も良くならないどころか心配事を引き寄せてしまうよね。だからできるだけ良いことを考えようね。大丈夫、あなたは臨月までちゃんと無事に過ごせるよ。リラックスして赤ちゃんの服を買ったり、ベッドやベビーカーを用意したりして楽しく過ごせるよ。赤ちゃんのための買い物は楽しいね。幸せを感じるね。そして出産の日を落ち着いて迎えられるよ。大丈夫、あなたはちゃんとうまくできるよ。お医者様や看護師さんたちがとてもよくしてくれるから信頼していなさい。あなたにとっては最初のお産でもお医者様には慣れたものだからね。大丈夫なんだよ。安心して任せようね。そしてあなたは無事に五体満足な元気な赤ちゃんを産むよ。そしてその子を胸に抱くよ。かわいいね。あなたはよくやったね。頑張ったね。すごいね。自分にこんなことができるなんて感動だよね。
この子はあなただけが頼りで、あなたに守られたいと思っているよ。小さな体、小さな手、おっぱいを吸う時の温かさ、かわいいね、愛おしいね。あなた一人に命を預けるように、あなたに抱かれている。あなたの心臓の音に安心している。かわいいね。命を生み出すってすごいよね。あなたはよく頑張ってくれた。ありがとうね。ありがとう。よく生まれてきてくれたね。無事に五体満足に生まれてきてくれてありがとう。私のところに生まれてきてくれてありがとう。ありがとう。本当に嬉しいな。お父さんもあなたが生まれてきてくれてとても喜んでいるの。二人でずっとあなたに会えるのを待っていたよ。二人であなたを大切に育てるからね。立派な人間になれるよう二人でちゃんと育てるからね。あなたが泣いたらちゃんとおっぱいをあげるからね。あなたが心地よいようにちゃんとおむつを替えるからね。新米だけど頑張るからね。安心してね。だから私にも協力してね。私の体力がちゃんと回復するように、よく眠ってよく飲んでね。そして二人でしっかりとつながっていこうね。信頼という絆でつながった素晴らしい親子でいようね。そして立派な大人に育っていってね。将来一緒に買い物に行ったり遊びに出かけたりするのがとても楽しみね。あなたを産んで本当によかった。私のところに生まれてきてくれてありがとう。ありがとう。